ここはあのボートの係留をたくさんして、ボートというかもうめちゃめちゃかっこいいヨットがたくさん泊まってるんですけど、あの今日僕はなんと小型船舶2級の免許を取るまず第一歩として学科の勉強講習を受けに行きました。その免許を取るっていうのがまず1日学科の講習を受けて、2日目、今度実技の講習を受けます。でもうすぐに国家試験になります。今日は大事な1日目の学科なんで頑張って勉強していきたいと思います。行ってきます。ところにこうくるくるくるっと巻きつけるとこれで止まるよと巻き結び、はい、午前中の学科の勉強が終了しました。いや結構難しい言葉がいっぱい出てきて専門用語が多いので頭が回しそうですさあ今からお昼休憩です。この辺結構いろいろ食べに行くところもあるんですけど、あの540円でこちらの NTP さんでお弁当の方もご用意していただきます。まだ暖かいんですよ、弁当。まあ、お腹も空いたんで、ちょっと頭にエネルギーを入れたいと思います。午後からも頑張ります。船外機で、これ100馬力あるもんですから、これでも、どうだろう、1800、1500か1800ぐらいのエンジンなんですと思うんですけど。今日はなんとたまたまなんですけど、ヤンマーさんの試乗会がここマリーナ臨空で開催されているということで、今からなんとこのボートに乗って、大海原を。めっちゃかっこよくて500馬力です、500馬力。わ、かっこいい。めっちゃかっこいいですめっちゃかっこいい。大地くん、ちなみにお値段3000万円だそうです。宝くじしかないです。これ500馬力です500馬力です。100馬力ですね、これ出たばっかだもん。わかんないけど、500馬力がどのくらいすごいか。でもめちゃくちゃ速そうです。これだけは終わらないですよ。この値段じゃ、この定価じゃ買えないってちなみにこの船はオプションがいっぱいついてるから4000万だそうです。うわ、すごい。めっちゃ速い。速い。あ、難しいですね、専門用語がいっぱいで。あとはあのテキストがあるんでそれを復習して、そこから7割ぐらい出るみたいな。ちょっと頑張って勉強したいと思います。次の実技も頑張りたいと思います。今日もお疲れ様でした。入ります。2日目です。実技講習ということで、今日は実際に船に乗ってボートを運転する形になると思います。あ、そうですね、クラウンでもカローラと比べたらこんなもんでしょね、こんな大きくないでしょでもすごく大きかったですね。そういうものなんですよ。ちょっとの違いがあります。無理やりここからしてください。はい、はい、ここはね、ちょっと段があるので、で、これ後ろでやってみてください。これ下巻きしてないけど、下巻き、あ、一人ずつでいい。前と後ろ。刺さるから外してやり直してみてください。ニート止めで。どんな風にやったか。外して戻す。
それと教えたっけな、いや逆じゃないですか、そうですね、逆から左から始めてやりましたね、この手をね、ここに持ってくるだけでできた、ごめんなさい、見てなかったら動いて、できますか大地くん、もう一回やってみます、これができないと船がどっか行っちゃう、素晴らしい、すぐ知らないですよね、はい、ちょっと開けてみてください、はい、でバッテリーどんなことを点検するかっていうことで、はい、まずひっくり返っちゃうと走っててひっくり返っちゃいけないんで、うん、取り付けよし、配線ターミナルよし、液量ねどれか1箇所でいいんで、はい、ね、バッテリー液が入ってるかなっていう、ね、はい、液量よし、ウィンドウォッシャー、はい、これが航海灯で、これこの船8メーターなもんですから、マスト灯とか船尾灯とかなくていいもんですから、白の全周灯と右舷灯左舷灯、止まってる時これつけとくし、うん、走る時夜はね、うん、走る時両方だし、うん、止まってる時はこれ消しとかなきゃ、うん、動いてないようにで何周回るのとかというね、考えます。1周、2周、3周、4周、ね、だから真ん中戻すんだったら1周、2周ちょいなのかな、2周の気持ちぐらいで終わりですね、はい、リモコンレバーの配列ぐらい中立、カチッっていうところで言った方がいい、カチッっていうのを考えてから 切らないと感覚で切ってると逆になるよと、あ、もうすごい、スパラッタ、分かりました、大丈夫です、あ、スッと分かったわたまにね、はい、真っ直ぐないちハンドルを教えてくれやそれでいくわ言うけどね、水って流れてんだよ、はい、風って吹いてるんだよ、はい、前後左右よし、こうします、いやー、いよいよ今日国家試験ですね、午前中学科で午後実技、どちらも自信があんまりありません。いやでも今日本番なんで頑張らないといけないですね。頑張りましょう。はい。いや不安です。ひたすら不安です。頑張りましょう。行ってきます。国家試験も今終わりました、これで今日終わって今日が月曜日なんですけど、週末ぐらいにはもう結果が分かるみたいです。いや自信ないですね、自信がないです。でも週末に結果が分かってすぐ次の週の月曜日には免許の交付の手続きができて、1週間ぐらいで免許が、そのあと1週間ぐらいで免許が届くということなんですけど、試験結果はどこで分かるんですか？あのインターネットでも確認できるのと、あと自分がその行ったマリーナに直接電話をしても、あの確認ができるということで、直接というかその教習所自分のに電話すると確認できるそうです。はい、自信がないです。まあでも学科は今自己採点したんですけど大丈夫じゃないかなと思うんですけど、ちょっとまあ不安がいっぱいですね。お疲れ様でした。3日間ありがとうございました。はい、ということでこちら届きました。ボートライセンススクール事務局 NTP さんから届いたんですね。 NTP さんから、はい、免許でしょうか？免許ですよね免許以外に届いたら何なんだろうって思いますけど、実は不合格でしたちょっと豪快に開けて、お、何、あ、大事なのかもしれない。ボート免許をお届けします。はい。来ました。これなんかいろいろ入ってるけどいいんですか？ちょっとこっち向けて見して。あ、なんかちょっとあれじゃないですか？免許の写真ってかっこ悪いのが鉄板なのに、うん、漏れてます？なんかイケメンになってるんだけど。これプロフィール画像に使う
これ撮ったところの名前入るんですね。あ、これはカバーに入れてくれてるんだ、ここの丁寧、NTP さん丁寧、丁寧ですね、NTP って書いてあるから、はい、そっか、カバーもくれるんだ、カバーに入れて届けていただきました、ありがとうございます。入会のご案内ですかね、利用のご案内でしょうかね、ほんほん、あれでしたよね、多分あのボートクラブとかで、あのボートがレンタルできるようなやつの入会です、ね、そうですね、いろんなタイプの保管だったり販売だったりっていうご案内が、ちょっとまた詳しく、はいはい、お、あ、これレンタルのご案内入れてもらえる、うん、じゃじゃんじゃじゃん、いやー僕もこれで晴れて船長さんですね、はい、もうなんか試験終わった後にずっと絶対動くな何点でしたっていうのは入ってないですね、まあ、結果は動けない、結果動けない、オッケーオッケー、やりました、ボート勉強ありがとうございます。